はい、ここ一発二発で入る。で、あそこの着地のグリフォンを決めていく。気持ちよすぎる。でも人前です。今日の朝、シャンクス使ってみようかなと思って使ってたら、なんか意外といけて、今回4連戦やってきました。しかし今回は声後取りすいません。だけど4連戦ですよ。えぐくない？ということで、ね、今回は超火力盛りにしてきました。新世界っすね。新世界プラス、シャンクス超火力のこの1483、圧倒的火力、今回やっていきたいと思います。レッツラ。はい、ということで1戦目やっていくわけなんですけど、いやね、思った5倍シャンクス意外といけるなっていうのが、ちょっとね、あるんですけど、ちょっと今回ね、今回って言っちゃったけど、後取りなんで、ちょっとカクカクしてるかもしれないですけど、そこ、申し訳ないですということでやっていきたいと思います。いやー、意外とやれるんだよね、シャンクス。やっぱね、間合いとか、そのね、ところがあるけど、通常攻撃がちょっとね、後隙あったら、よろけ向こうないのがね、だいぶ弱いんだけど、通常攻撃のね、リーチも差もだいぶ違うんで、だけどカウンターがあるだけで、やっぱここね、突っ込めないですよね、相手も結構。そこがね、やっぱすごいいいところではある。後ろの杯も控えてることで。はい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 。いや、シャンクス、今のところ活躍してないけど、いいから大丈夫。強いから。強いんだよね。さあ、ここは雷鳴八景打ったから、さあ、ここどうする？はい、ここはカウンターを返していく。はいはいはい。でかい。で、ルビーも一応見といて、いや、これ握られたらやばいんだけどね。さあ、ここグリフォンが？オッケー、いい、でかい、強いね。いや、いいタイミング、グリフォンだね。さあ、ここは？オーのアイス犬神。さあ、カウンター使おうか、使わないか、ちょっと迷った感じだったと思うんだけど。はいはい、ナイス、いいね。さあ、これでもね、間合い管理だよね。いや、これジャスト回避されてもジャスト回避し返すというただの奇跡。いいよ。さあ、犬神が怖いよね。さあ、でもこれね、あ、オッケーオッケーオッケー。でかいでかい。こうなってくると、ほら、火力めっちゃ高いよね。さあ、ああ、なかなか使わない。うまい。さあ、ここは。よくわかんなかったけど。はいはい、一旦距離取りたいね、こういう時は。いや、やっぱ、猛火とか入るとね、なんかせめて状態異常がね、気絶無効以外もなんかちょっと欲しかった感はあるけど、さあ、これはジャスト回避終わった。おぉ、負けてるから回避が早い。さあ、ここは？ん？ここはどうなるんですか？僕、どうなるんですか？はいはい、これダウンしてるよね。多分ダウンバグしてるから、ちょっと一旦距離取って。はいはいはい。ダウンバグがね、やっぱ治ってほしいよね。このハタハタ取りバグ。これとダウンバグはマジで早く、もう早急に治してほしいあたりではありますね。ここカウンターを、決められないんかい？カウンター決められないんかい？俺に対向いてないんかい？いや、今結構決まったと思ったんですけどね。はい。いや、これやっぱヤマトとかきついよね。今回避使った。ってことはグリフォンが入る。4900、少なすぎ !4900 って少なすぎない？本当にこれがね、シャンクス使われないゆえんよね。4900は少ないって。少なすぎるって。さすがに。ああ、ナイス犬神。それはナイス犬神ですね。素晴らしい犬神グレン。いやー、これはね、確か下行きます。下行って、上、杯に任せて多分取れないなと思ってたんで、僕が杯でも。あ、僕がシャンクス上行っても、時間稼がれて。だからこれ下狙っていって、で、あっち取れるから、はい、でも死んじゃいけない。はい、ここ一発二発で入る。で、あそこの着地のグリフォンを決めていく。気持ちよすぎる。これがシャンクスやめられない原因ですよね。だからたまに来るこの気持ちよさ、白ひげみたい。冷静にさ、火力盛りシャンクスがさ、ヤマトに対してグリフォンが4900はあかんでしょ。で、今見返したらさ、通常攻撃も600とかしか入ってなかったよね、ダメージカットついてるとき。属性相性いいのに、これはね、使わんよ。こりゃ使わんよ、ある程度。ヤマトきつすぎるよ。マジで、マジできついね、それに関しては。さ、ここルビーは、いや、やっぱでも通常攻撃も弱いからな。さ、あっち行っちゃったら、あー、これはグリフォンが決まってしまう。なるほどなるほどなるほど。北前さんいいですね。それに関してはいいですよ。さあ、これはジャスト回避いいね。素晴らしいよ。たまたまジャスト回避ですよ。さあ、ありがとう。さあ、やっぱこういうのとかね。あ、でもこういう後付け解説の時は普通に、はい、これマップ見てましたって言おうかな。その方がかっこいいよね。ね、はいはい、マップ見えてました。なんでもないです。ごめんなさい。あ、オッケーオッケー。さあ、これは、下行くのか？フランキーに任せるのか？どっちなんだい？この時の僕。朝の僕。朝の6時40分の僕。さあ、ここは、
まあ、ヤマト下行ったんで下行くか。はい、オッケー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 。意思が疎通できてるよ。さあ、まあでもヤマトはね、もうチャージ以外はもうこれスルーでいいんで、中でずっと攻撃受けるたいみたいな感じだよね。はい、完璧、ナイスゴドリー。はい、ということで、3戦目よろしくと。まあ、今のところはね、全然シャンクスオッケーですよ。全然強いですよと。まあ、これは9大点上げます。はい。いや、やっぱ普通に活躍してるよね、この連戦だったら。さあ、ここはどうするんだ？はいはい。あ、おでん特攻ね。まあ、おでんには、この、桃源突火とかは気絶無効なんで、まあ、そこら辺は割かしいける方なんでね。いや、これどうしよっかね。これどうすんの？俺、この時の俺。さあ、ちょっとでもね、ドフィーがめんどくさいんだよね。だから、あ、これ裏行くんだ。あ、裏取ってなかったんだ。この時の俺、周り見えてるね。うん、でもグリフォン、あ、1万9000。さっきのやつなんであんな硬かったんだろうね。さっきめっちゃ硬かったよね。さあ、ここは？はい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 。おー、カウンター。まあまあ、これ俺別に攻撃してないですよ。これ別に俺攻撃してない。あ、犬神見えてます。とりあえずカウンターで回復するんだね。オッケーオッケー。さあ、ここは、ジャスト、失敗。あ、死ぬな、これ。これ多分死ぬな。これ多分死ぬフラグ立ってるな。これ多分俺、この時の俺死ぬな。あ、死ぬね。あ、死ぬね。まあまあまあ、しょうがないよね。杯ロジャーに。がいたら、まあ、しょうがないよね。まあ、裏狙った鳥際ヤマト、今、体力減ってんのも、鳥際のグリフォンのおかげでもあるしね。うん。プラスよ、プラス。で、上誰？これ、ドビーだよね、多分。オッケー、オッケー。で、これ、鳥際を、確実に。オッケー、ナイス KO。いや、こういうレイリーみたいな後残り残るスキルって、使いやすいよね。うん。やっぱ、鳥際当てやすいスキルってめっちゃ好きだわ。ちょっとロジャーのカムサイとかね、未だに俺たまに失敗しちゃうもん、久々に使ったりすると。まあレイリーとかだから簡単だよね、ルフィとか。ルフィはちょっとむずいか。あ、でもスネークマンの方は簡単か。さあ、これは間に合いませんと、すいませんと。いやー、これゴドリがねー。いやー、もうちょっと早かったらできたって感じだね。さあ、これジャスト回避。いいよ。さあ、これ握っちゃって。はい。はい。なるほど。ちょっと自分でもよくわかんないプレイしてますか？ちょ、追いつかないな。さあ、こういうのマジでさ、駆け引きだから。あー、うまい。うわー、おー、間に合うんだ。すごっ！ドラゴンボールの世界じゃん。ドラゴンボールやん、これ。はい。で、一発？一発で回避読むけど、相手回避しない。うまい。さあ、これは回避読んで、オッケー。いいよ！で、これとりあえず、これは取っちゃうってことだよね。うん、とりあえず取っちゃうんだね。で、これ多分スキル1がさっき使ってたからない。これ、お、うまいわ！今の俺うまいよ！無駄回避せずに通常攻撃うまいけど、相手もね、それを見越してのスキル2うまかった。でも、これは取り際で KO！いいよ。チームブースト中倒すのでかいよ、でかい。で、あっちも倒してる、でかいよ。レイリー強えな。レイリーってさ、バカ強えな。これどうすんの？あ、任せろって言ったから俺下行くのね。はい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 。下行っちゃって。下行っちゃってくださいよ、レイリーさん。さあ、これはありがとうと言ってるから、俺はこの体力で取れるのか。さあ、この時の俺は自信に満ち溢れていたのかもしれない。嫌だよねー！それだよね！俺思ってたよ！でも、この時の俺注意不足だったよね。あれ、マジでジャスト回避むずくない？あれ、マジでむずいよね。横向きながら、裏取ったと一緒で、あれ、マジむずいよね。マジむずいけど、この坂、ナイスグリフォンだけど、裏とりあえずヤマトナイス？裏ヤマトナイス、あのヤマト完璧だね、アルサス。はい、ということで4戦目ラストよろしくと。まあ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 いいんじゃない？うん、普通に勝率高いからね、今のところ勝率、めちゃめちゃいいからね。さあ、そこに関してはいい。はいはい、これはカバーでグリフォンを打っていく。さあ、ウソップは沸かしたね。ウソップうまいね、それに関してはうまい。うまいね。まあ、ここは一応ごめんって言ってるんだね。俺いいや。よかったよ。この時俺、なんか言ってなくてよかったよ。何言ってんだろうね、逆に。逆にこのスタンプで別に何も言うことないけどね。さあ、ここはウソップ狙っていきたいところだが、ちょっと怖い！オッケーオッケー。一旦避難。うんね。オッケーオッケー。いいよ。ナイス俺。いい俺してるよ。さあ、ここは？うん、ジャスト失敗。いやー、これすぐ撃ってくるか。いやー、俺も今思ったわ。この時の俺大丈夫よ。俺も今すぐ撃ってくるかと思ったから。そう。よかったよかった。さあ、これとりあえず、はい、ナイスカムサリ。で、回避した。はいはいはい、任せろと。はいはい、いいよ。いない！降りちゃった！降りちゃった！まあ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 。まあ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 。はい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 。まあ、あっち一陣はロジャーが取ってくれるんで大丈夫。はいはい、回避がないけど。どうすんの？はい、うわ！そのまま飛んできたよ。そのまま飛んできたけど。あっち。いやー、これちょっときついね。さあ、白髭はカウンター合わせ。紳士だねー。いいよ。ナイス。いいね。まあでもこれは多分当たった判定になるからさ。
今のジャスちゃうか、今のジャスちゃうか、今のジャスじゃないんだね。さあここはグリフォン合わせ、いいね。グリフォンで回避読む、甘いの出の遅いグリフォンだからこそできるグリフォンで回避を読む。初手でグリフォンを押したら相手が回避してくれるのを勝手に待つ、これが初手グリフォン回避出が遅すぎる。あの時黒ひげ出た時、黒ひげみんな出た時、もうみんな出早すぎてクソだクソだ言ってたのに、シャンクス普通、シャンクスのグリフォンは普通の出の速さ、なんなら遅い方だった。それがまたおもろいっていうねいやマジでおもろいよな。あの時黒ひげさ、見てから避けれないスキル2つだったのにさ、後から出たシャンクスがこんな出の遅いグリフォンだとは思わなかったよね。しかも無敵スキル持ってないっていう。さあここはカウンター合わせナイス、いいね。シャンクスかっこいいよ。おお、やっぱいいね。このダウン向こういいよ。気絶向こうとダウン向こう結構たまにいいなって思う。まあでもよろけ向こうの方がいいかな。うん。さあここはジャス失敗、はい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 、ジャス失敗。うお、危な、また白ひげがちょっと狙ってるところ見えてる。はいはい、これとりあえず、いやでも坂付けきついね、坂付けきついねこれ。うん、とりあえず白ひげ6800入ってるよ白ひげに6800入っててさ、ヤマトにさグリフォンが4900っておもろくない？通常攻撃1段目さ、白ひげに対して、いややっぱそう考えるとやっぱ超別強えよな、ちょっと強すぎるよなちょっと笑っちゃったな。グリフォンさ4900で通常攻撃白ひげに対しておもろすぎるよ、おもろすぎるよまあ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 、得意属性のはずなんだけどね、ヤマトに。なんで苦手属性